何でしょう、南雲会長。正直意味なくねえか、この生徒会室って。別にカラオケボックスでも何でもいいだろ。俺がいるところが生徒会室なんだ。ユニークな視点ですね。で、生徒会への配属を希望しているわけではないなら、要件は何だ。生徒会役員の一ノ瀬穂波さんについてです、南雲会長。ほう。これから彼女に対して攻撃を仕掛けます。最悪の場合退学することになるかもしれませんので、どうぞご容赦を。いじめる程度にしておけと言ったはずだが。少々手荒にさせていただこうと思いまして。あいつは俺が可愛がる予定の私物だ。予測できないことは常に起こり得ます。大胆な女だ。